はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画129回目から USBCC のゾンビデックシリーズをやっていきたいと思います。で、129回目は2012年発売バイスクルーゾンビプレイングカードです。このゾンビプレイングカードは52枚すべてがゾンビから逃げるための術が描かれているというね、ちょっと変わったデックになっています。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。バイスクルゾンビプレイングカードで、少しずつ表示が違っていて、ゾンビフリーシンス1885となってます。横面が Do you want to survive、 反対側が Made in the USA、 スケアクッションフィニッシュ、エアクッションフィニッシュじゃないんですね。で、上面がスタンダードサイズゾンビフェイスになってますね。で、黒色のクロージャーシールで、多分これはバック面じゃないとは思うんですけどね。下面がバーコードとアートワークバイトッド・ブレナード、これがデザイナーの人ですね。 2017USBCC アーランガー DIY 製でリサイクルマークが入っています。それでは開封したいと思います。はい、切れ目を入れました。デザインがこちら側から続いてますね。もしかして本当にこれがバック面なのかな。あ、違いますね。あ、これか、やっぱり。じゃあこっちがジョーカーですね。いつものね、ジョーカーの服を着ているゾンビで、この辺の表示808とかの岩は同じみたいですね。デュプリケートのジョーカー2枚、これがゾンビプレイングカードのスペードのエースみたいですね。一応何かね、アドバイスが書かれてるみたいです。 Keep up with the group、 それぞれのカードに何かアドバイスが書いてあるみたいです。見えるようにね、一応ゆっくり送っていきたいと思います。絵札のカードはイラストが描かれてるみたいですね。キンクの方がこの表紙のデザインになってますね。クイーンの方は一応女性のゾンビになってるみたいです。ダイヤの方のエースはこんな感じ。ダイヤの絵札のカードはこんな感じで、黒色のインデックスとなんかゾンビの肌色が違うみたいですね。で、これがクラブの絵札です。インデックスごとになんか肌の色が違いますね。
てハートのエースで、広告カードが2枚ついてますね。バックデザイン意外とかっこいいですね。これジョーカーのキングのゾンビが描かれていますね。最近のスタンダード54枚、最近のスタンダードよりも1枚分厚みがあるみたいです。滑りの方は、まあ、最近のものと同じなのが多分ね2017年の再販分ですね。これ弾力もいい感じです。で、この文字が描かれているところが横面ギリギリまであるので、こうするとデザインが出て結構綺麗な感じです。それではファルを入れたいと思います。ファローもスーッと入るのでトラディショナルカット入っていると思います。はい、バイスクルゾンビプレイングカードを開封しました。すべてのカードがね、いろんなアドバイスとか表示が違っていたりとか、かなり楽しめる一品になってるんじゃないでしょうか。それではジャンル分けしたいと思います。性能の方は最近のスタンダードと同じく品質が良くて、トラディショナルカットもちゃんと入っています。ジャンル分けします。ドットブレナードのデザイナーコラボ、横一線に線が入っていて、カードストーリーとしても使えそうな感じはします。で、もちろんゾンビのコンセプトデザインで集めてる人もいると思うので、そのうちレアデックコレクションになると思います。バイスクルゾンビプレイングカードでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。